よーいスタートえー監督の音ですえー、っと昔ねあの子供子供っていうか学生っていうか、まあ、10代の頃からね僕はもう本当に嫌な子供で、えー、もう夫はなって本当にバカだなと思っていたんですけれども。 まあ、その大人も超えてもうそろそろ、えー、老人の域に <laughs> 近すぎつつある、えー、もう60も超えましていい年をしたもうおっさんというかもう、えー、っとなんか不良じじいのように、えー、それでも今もねそれでまた久々にねいや大人ってバカだなと、えー、思うことが最近もうほんと続いているので,で、まあ、何をそう思うかって言ったら。 えまたまたこうウクライナ・ロシア問題なんですけれどもねあの本当おかしいなって思うのはだって、えーまあ、そっから行きましょうかあので、まあ、ニュースとか見てるとロシア軍が、えー、子供病院を攻撃したとかね民間施設を破壊したとかあのいっぱいニュースしてますよねなんてひどいことをするんだっていうねでそれを見た、うんまあ、大人たちが「ひ、え、ど、ー、い許せないプーチンは悪魔だ」って言ってね「ロシアを追い詰めろ」とかね プーチンを倒せとかってね、まあ、なんか言ってる、やっぱりみんな,なんか書いてるんですよ、のフェイスブックとかに。で、僕のブログとかにもね、もうなんかそ、僕がいつもここで喋ってるのか書くとね、お前はプーチン支持かとかねいや、そんなこと一回も言ってないでしょうっていうね。であの プーチンはあのソ連の、えー、帝国主義に、えー、取り憑かれた悪魔だとか何か <laughs> 新しい仮面ライダーの話みたいなね、えー、ショッカー新しいショッカーってそういう設定なのみたいな、あのーまあ、今ね仮面ライダーとかってめっちゃ進んでてそんな世界征服を企む悪の秘密組織ショッカーとかってそんなも設定じゃないですからね。で あのーまあ、ガンダム見てもそうだし、今時やっぱりね、あの世界征服をあの企むなんていうのがね、やっぱありえないっていうか、別に征服しなくてもいいだろうっていうね、もう貿易して儲ければいいんで、別にそこ侵略する必要ないっていうね、まあ、時代で。で、まあまあ、そう言いながらも別のね、アメリカがやってる側面があるんですけれども、まあ、基本、あのー、これな、話また1回ぐらいかかっちゃうんですけど、まあそういうふうな侵略するってことって、まずありえない。 にもかかわらず、えー、ロシアがウクライナを侵略しようとしてるとかって、ね、いやそれ何を根拠に言ってるのっていうね。 でそもそもまずね、それ本当に戦争なのかっていうところを疑いたいし、で侵略っていうのも疑いたいし、でまあ、それはなぜかというのその話しました、まあ、が、むっとっ侵略してそこでウクライナの何が欲しいのって、シェ部入ブのリの,あの、えー、なんていうか、廃墟にな,廃墟になってるから、いまだに収集できてる、のェルノブイリ原発が欲しいのとかね、ひ、え、ば、ー、り畑、なんか手に入れたいのとかいや、プーチン、それでなんか嬉しいことあんのみたいな。 何を目的してるんだ侵略だとするんですね。うん、みたいなことを思ったりするんですけどね。それをすごく信じ込んで、許せないとかね、あいつはもっと KCB だからとかね、狂ってるとか書いてるけど、あの、それ仮面ライダーのね、敵の設定にしてもあまりにも説得力ないっていう。で、それを、あの、どういう人がそんなこと言ってんだろうと、おまけに僕のね、ブログ名での速度書き込んでくる気がついてね。で、 プロフィールとと、ととかかか見ると早稲田大学とかね、同社とかねいや、結構みんないいところの大学出て「えー、なんでこの人たちもうバカじゃないはずなのね勉強勉強はできたはずなのに」と思ってねしてたんですよ。で、いうのもねだってあの学校時代に日本史だっ世界史だってあの戦争の子いっぱい出,出てきますよね。で例えばあの、まあ、このチャンネルでも何回も話しましたけどキューバ危機とか、えー、ベトナム戦争とかなぜ、えー、キューバ危機が起こったかどういうことであったか。 それから、えー、ベトナム戦争はなぜ起こったかとかね、あのー、いうのをね、調べていく、調べていく、あのー、分かっていれば、あれなんか似た構図だな。あそれこそ太平洋戦争の真珠湾攻撃だそうですよ。なんで日本は真珠湾攻撃したのかって。で、まあ、さっきそのうで言ってる人たちにすると、えー、先に手を出した方が悪いって。言い訳は聞かないとかね。 えー、言ってるんだけど、いや、でもね、あの日本、じゃあ,あ時シンジン、あのとき、真珠湾に先攻撃したのは日本ですからね、アメリカが攻撃じゃないですからね、で日本は悪かったのっていう話で、うん、でもちょっと考えたら、攻撃して、それが日本がもしもあのハワイを侵略する気はあれなかったですよね、まあ、その辺話すと、またこれも1回もかかっちゃうんで、まあ、その辺は皆さんご存知だと思いますけれど、で、いながら、結局アメリカを反撃して、最後、ね、原発、原爆を2発落として、あれだけでも大量殺人をやってるわけですよね。 あじゃあ先に手を出したら手を出された方がそこまでやっていいのっていうふうなことにもなってくるでしょうだから言ってる人たちのことがねみんなおかしくてっていうふうな疑問をするといやお前はロシア擁護派とかねえプーチン支持派とかってい,いやなんでそうなるのいやおかしいって言ってるだけでしょっていうねねえ古田ザブロだってあの杉下右京だってうんそこがわからないんですよね私の悪い癖っていうまあそれ,それに近い,近いようなもんなんでねえー 言うのは多分もうすごい血が昇っていて感情的になって子供たちを殺すのは許せないとかっていうねであの,その結構フェイク動画っていうかあのフェイクニュースもたくさん流れてますねあの多分どちらからも。 で、そのうちの一つを解明していってね、えー、この病院のシーンはおかしいとか、それもここで紹介しました病院のシーンはおかしいって。なんかなんでこの妊婦さんは妊婦だとわかるような撮影の仕方をしていて、それも顔こっち向けているし、衣装がおかしいし、毛布かかってないしって話したら、お前はこんな、こんな一人目にあってる人がいるのこれ疑うのかとか言ってるんだけれども、いや、あの、これもし本当に芝居で、あの、の戦争っていうのはそういうディスインフォメーション流して、あの、ひ秀落してるってことを紹介する、紹介というかね、それ作戦ですからね。なんかそれ両方歌 ななきゃいけないけのにその人がこんな被害を受けてかわいそうな人がいるのそれを疑うのかっていうのはねそもそもおかしくてあの本当ににそうなななならばいやいや気の毒な人だなってことになるでもこれこの人違うんじゃないかなっていう時に反論としてこんなかわいそうな人がいるのを疑うのかっていうのって。 え何言ったオレオレ詐欺にかかった人が、こんな家庭使っちゃって、お母さんどうしようとかって言ってる時に、あのそれ騙された人が、あのいやあれ、あれ違う、お母さんダメだあれ偽物だからね、オレオレ詐欺だからねって言った時いやこんなかわいそうな人いるのにね、あんたを疑うのかって言ってるようなもんで、めっちゃ引っかかりやすいタイプですよね。みたいな。 ということは結局その、あの本当はね、あの歴史の時間で学んでるんですよ。でまあ、教科書にさすがに出てこないけれども、チリアジェンデ制限の、えー、クーデターっていうのも、あれもアメリカが裏で糸引いて、えーまあ、政権をアメリカ寄りにするためにあの仕組んだことですしで、そういうことはアメリカもたくさんやってて、最、え、近、ー、手を出したらどうこうじゃないんですよね。でもっと言うとあの、なんだっけ、トンキンワン事件じゃないや。 えー、ミシェ、ピッグスワン事件、ピッグスアン事件だってね、これも、まあ、これも以前は、はちょっと話しましたけれども、あの、アメリカがキュ,キューバを、キューバの政権、カス政権を倒すためにあったあれはもう、あの、まあ、人為的な、というか、アメリカが糸を引いたクーデターですからね。で、そういうことをやってるから、どちらがどうかわからないしね、あの、もしかしたら、えー、なんかそういう、ロシアが 本当にそうなのか、いやいやそれを利用してウクライナがやってるのかっていうのはちょっとまだ見えてこないだからとりあえずまず疑問点を探していくってことが大事だと思うんですよね。でそんな中で、えー、っと非常にねあの一番参考になるのは何かっていう時にもう近代史だから近代史をね学校時で習わないのがまず間違ってるなと思うんだけれども湾岸戦争、えー、1990年代。 えかなでその湾岸、えー、戦争の時に、ね、きっかけってなんだかって言ったら、えー、こ,れこれも,もう何回も話しましたけどナイラ証言なんですよねで。ナイラという10代の少女が、えー、侵攻されたクウェートがクエートじゃないイラクがクウェートに侵攻して軍事侵攻してでそこでひどいことをしているっていうのをそこから逃れてきたナイラという少女が国連で語ってるんですよ。もう涙ながらに でその時に、えー、イラク軍は子供の、えー、赤ちゃんがたくさんいる病院に攻め入ってきてで問答無用でこ保育園に入った赤ちゃんを次々にこう、えー、取り出してこうやっぱりまあそのそういうあのあ赤ちゃんの部屋,部屋なんですねを全部床に叩きつけて殺してしまったっていうの涙ながらに。 あの語ったんですよ。でそれを見たんですけど「ひどい許せないイラクが戦け止めろ」って言って何、えー、だ、えー、多国籍軍が形成されてアメリカを中心となってイラクと戦うことになるんですよ。で最初はそうかそれはひどいなやっぱり許せないなっていうねことでやってたんだけど結局その戦争が終わって調べた時にその子ども病院にイラク兵が乗り込んでいって赤ちゃんを殺害したっていうふうな証拠が何も出てこなかった。 でさらにその証言して、涙ながらに証言した、国連で本部で証言したナイラという少女は、アメリカにあるクウェート領事館の職員の大使だったかなと思ったの、娘だったんですでアメリカ生まれで、クウェートに行ったことない。だね、すごい流暢な英語で話すんですよ。で、その後どこ行ったか分かんないんですで、それをあの、実はもう全部芝居で嘘で、えー、戦争を始めるためにイラク軍を貶めるためにやった全部芝居で、それを請、えー、け負ったのがアメリカの、えー、広告代理店なんですよ。 でそこが50億だったか100億とかかけて受け負ってそれを演出してるっていう。でなんでそんなことしたかって言ったら要はアメリカがこう、えー、イラクまあ後に今度はイ,ライラク戦争に乗ってイラクに乗り込んでいって今度は、ね、大量破壊兵器があるとか言って行きましたよね。で結構この時はもう他の国々は協力しないんだけどアメリカはも自分たちの,あの国連が賛同しなくてもいいかと言っていってあのインを殺害してもう、あのー、勝利しちゃいましたよね。 で結局それも出てこなかったですね。大量破壊兵器っていうのは。っていうのは、どちらも嘘で、イチャモンをつけて、結局、まあ、最終的にイラクを侵略したかったんですよ。だからさっき言った、あの今時侵略、世界征服なんていうのも成り立たないって言ってるけれどそういう形でアメリカは侵略戦争を今もしているんですよ。だから何が欲しいとかって言っていくんじゃなくて、別の理由をつけていくんですよね。だから、そうした時に、えー、今回もロシアが、 えー、そういう大量破壊兵器じゃなくて生物兵器があるからていうことで攻撃してるとロシア側が言っているとまあそれも嘘かもしれない、ね、侵略するためにアメリカと同じことをしようとしているのかもしれない。 だけれども、えーね、ウクライナ側もね病院が攻撃された民間施設が攻撃されたらひどいって言って、ね、ちょっと僕の,あのフ,ェフェイスブック友達はブログのちょっと一部ですけどね「許せないアプローチは悪魔だ」とかで書いてるんだけれどもでそれも結局内外証言考えた時に、えーね、あの嘘かもしれない。 でそもそもあの、だってイラク軍だってわざわざ子ども病院って、ね、赤ちゃんを殺す必要はないんですよ。それによって何の得があるのでそれがばれたときに伝わったときに全世界がバッシング受けるの分かるじゃないですか。だから軍事施設をた叩けばいいんですよ。だって日本軍がハワイ攻撃したとき民間人も巻きそうにはなってるけど基本軍人を攻撃してるんですよね。 でそれに対してあの話しすれますけど広島、長崎っていうのはこうもう民間人を虐殺するためには落としてるんですよ東京大空襲もそうですしね、うん、だからそれそれ考えたらどっちまあどっちがいいとは言えないけれどもねっていうふうなことでああのー、まあ、それでも、ね、そのことに対してねこうなんかアメリカはひどいとかって言われないですよねなんかいつもアメリカはそのイラクにしても、えー、原爆にしても言わ悪く言われないで,でプーチンがあの同じような 同じことがあるんですけどね侵攻したらねプーチン悪魔だとか言ってねいやなんであした当時トル,トルーマンタイトルーマン大統領がトルーマンは悪魔だとかっていう話にね世界でならなかったっていう。でなくても結局その何大和破壊兵器もないし内領処理も薄だってもう分かっているのにそれに対して当時のね武士おやじとかって責任ととかっていったら責任追及されてないですよね。っていうふうな,なんかそういうマスコミもそれ責めたり批判したりしなかったし。 っってていうことがあってでそれで賛とした日本のねあの上白石総理もね「も私は確かにそこを見た」って言って,て「そのそらとか言ってたけどね「<laughs> あんたあんたあれ結局どな何を見たのちゃんと言ってよ」っていうね、うん、ことも言ってないしっていうねだから歴史過去の歴史と比べていくとそれに符合するそのまあよくないねあの,あのなんていうか、ね、そういう錯誤があったような歴史とダブるんですよ今回たくさん。 でだからあの時にやっぱり湾岸戦争、イラク戦争の時に大量費許せないそれはね前もね侵攻してるしイラクは許せないんだっていう風なことでえみんな賛同しちゃったと思うんだけれどもで違ったでしょで今回も、えー、プーチンは許せないとか言ってる人いるけどあの今回も同じかもしれない。もしかしたら手を出したのは、えー、ウクライナが先かもしれないで。先だって言ってるジャーナリストもいるんですよ。あのすごい国際通の人が。まあ、でもそれはどっちかちょっと僕は判断できないけれども。 だからそれで、えー、あのロシアが攻撃したかもしれないし、でそこまたキューバ危機のように、その本当に、えー、生物兵器があってその、ロシアを攻撃しようとしていたかもしれないし、でそのうんロシア系ウクライナ人の虐殺というのもあったと言われていて、でそれのまた動きがあったの止めたためだったとも言われているし、だから、ね、どれが本当かわからないのに、その一部だけをマスコミ、だから一番、ね、気になるのは、あ時間が見なかっ,ったのは、<laughs> それの西側、ウクライナ 用語、起きられない指示の報道ばかりが日本で流れてるんですよ。両方流して、いやいや、俺はこっちを、プーチンを信用する。いやいや、俺はやっぱり全員ちゃんだ。っていうのならわかるんだけど、もうほとんど、あれでしょ、あの、テレビ見てると、あの、ロシアは悪なんだ。悪の数軸なんだ、みたいな。と言ってることがもうね、おかしいなっていう。 だから日本でもね戦時中太平洋戦争の時に「えー、米英鬼畜」とかって言ってアメ,リカアメリカ人は三脚軌道で許せないんだとかって言ってやったのとか同じ今洪水になってで当時日本人はみんなそうやってアメリカに行くし、ね、イギリスいるサンズやろとかって言ってたのと同じ洪水に今なってるんですよね。で、それ当時も、えー、日本大本営発表。 台本発表でも、大本発表するんだけど、それを伝えるっていうのは NHK であり、朝日新聞でありね、当時の毎日新聞であり、読売新聞でありっていうふうな、ああテレビはなかったですかね。ところが、伝えて、その人たちも知っていたかもしれないし、多分知っていたであろうけれども、逆らえないから、それをそのままあの台本営発表をたび流しにしていてて、国民みんな信じてしますそうか、アメリカが駆逐艦6隻撃沈下、すごいなーって。どんどんだだっっいうのも ここれれはももう誰もが知ってることですけれど、まあ、そんな報道してたと同じようなことをもしかしたら今のマスコミしてないですから。でまあんでかって言った時に、えー、結局あのもうこれももう原発事故ね原発事故あのご存じの方よく分かりますけれども要はマスコミっていうのは電力会社とか大企業の、えー、がスポンサーなんですよマスコミの。 なるべくひどくなかったかのように報道してましたよね。で、まあ、それでもだんだんバレてきて、えー、と一時はちょっと。 あの盛り上がったけれども、ずっと擁護派がいて、で、あのそれの批判派がいて、するんだけど、この人たちもだんだん何にも言わなくなってきて、で、えー、安倍政権になってからあ最、最初批判してたけど、だんだん言わなくなってきてね、官邸から電話かかってきてね、一緒に天ぷら食って、寿司食ったらね、なんかすごいもう擁護というか、支持するようになってきてっていう、結局マスコミってそういうところなんですよ、もう、その口がある人ときとか、金があるところにもなびいていくね、もう、でけっすねみたいなね、わからんなさすが出やんすねみたいな。 な人たちででそれをまあ僕らが勘違いして「いやもスケミはジャーナリズムのために戦ってるんだ」と思ったけど「いやだってスポンサーがいるから成立してるわけでね」っていうことを考えた時に今の人たちが何かそういう、えー、何かもらってるんじゃないかなとか何か逆らえないやっぱり金持ちが裏にいるんじゃないかなって特にゼンちゃん <laughs> ゼンスキーゼレンスキーがそんな金持ちだとは思えないからっていうことはまあでもその辺のねヨーロッパのあの辺の。 ウクライナ事情を詳しく知っている人たちとか、あの、えー、そのドキュメントで見た人はもう分かってると思いますけれども、まあ、ヨーロッパ、えー、EC、えー、NATO、NATO とアメリカがウクライナを後押ししてるわけですから、そうすると大手スポンサーがたくさんいるわけだから、えー、もう ABC も n d c も CBS も、えー、CNN もみんなやっぱりそっちも寄りになると、ねあ、あの時と一緒ですよね、あの、湾岸戦争の時、イラク戦争の時と一緒ですよね、あの時もアメリカは誰も批判、どこも批判しませんでしたよね、っていうふうになってきた。 で、当然それの下請けっていうか、そのニュースをもらってる日本っていうのもそうするし、まあ、日本自体がもうもともとそうでしたよね、原発事故の時からね、して、ね、安倍政権だと批判してる、ね、なってもそうだし、みたいなこと考えてたら、あ、なるほどな、これ原発事故だと同じだし、あの、 えっと、湾岸戦争で一緒だしっていう。だから、あの、まあ、内羅将棋はさすがに教科書にはまだ載ってないとは思いますけれども、でも、真珠湾攻撃だってそうだし、えー、そもそもだって、あの、満州事変の始まりだそうですかね、あれ、日本の関東軍が中国、あの、かあの、満鉄って満州鉄道っていうのを守っているのが関東軍だったんですよ。で、それを攻撃、中国のパルチザンが攻撃してきたからっていうので、それをこう、えー、反撃してっていうところから日中戦争が始まっていく。それも あれ芝居だったんですよ。もうさっきのあの内裏表現と一緒攻撃されたからねのあの反撃するぞとかって言ってで全部自作自演だったんですそこから毎週中日中戦争始まった日本も同じようなことしてるんですよ、アメリカと。 っていうふうなことを考えていく戦争ってそういうことなんですよ。それが良い,い悪い、誰が正義だじゃない。そういうふうなことをして、えー、それにこう、え、企業なんかが乗っかってきて、え、金儲けする、恩返しを儲ける。で、その時に、えー、大金持ち、えーあの、満州の、満州なんだか、領事だったかな、あの人あのあの人のおじいさんですね、あの、A さんの、の後のお姉さん。で、その人は、それで金儲けて帰って、永久戦犯になったんだけれども、そこで、もういろんな情報をやって、もうアメリカのエージェントになります、とか約束して、えー、釈放されて、えー、 金出しててもらって作っ作たのがあのあ党でありそこの総理になったったていうでそ人のお孫さんがちょっと前までまた総理やってたっていう,いうのを考えていったらもうめっちゃ後ろでねそういうアメリカのなんていうかな思惑が動いてるなっていうねでアメリカの思惑何かって言った時に結局それ戦争をして、えー、おもうけしてもう国を自由にして戦争させてであの企業に儲けさせるっていうふうなことを考えていったらね今回も同じ構図だなと思うんですよ。 で、もその辺、僕のレベル、ジャーナリストでもでもないですよ。もう、本当に、原発のことを勉強して、まあ、戦争、戦争、沖縄戦っていう映画、ドキュメンタリー撮ったんで、その時勉強して、そのレベルでも分かってくることなのに、なんで早稲田やとおっしゃるんだね。まあの、もちろん全部じゃないですよ。いろんな人たちが。そんな風にしてね、許せないとかっていう風な。まあ、その背景っていうのが、この間お話したの、やっぱり、日本の教育の問題っていうのがあるんだけど、なんか、いろんな、こうね、教育的な側面があり、えー、テレビのやっぱりそういう強烈な映像、もうフェイク映像とか、普通のね、 僕ら映画やってるから見てたあの偽物だよとかね合成してるとすぐ分かるけど普通にしてうわひどいそんなことしてんだって言って冷静さを失ってでそれももうあの考える力がないね与えられたことを理解するだけの,あの教育だからっていうのを飾ってもううまくねできていて誘導されていくなっていうねだからもういろいろいっぱい言ったんで分からないのは内ょ証言 ナイラ証言がわかるだけでも、戦争ってそうやって始めるんだってことが、えー、とその次の、イクラク戦争もそうですよ、大量破壊兵器はなかった。それをか頭に置いておくだけでも、うーん、これは怪しいですね、とか思うんですが、えー、いい大人たちがみんなが許せないとか言って。いや別にあの別に巨人発信戦やってるわけだから、どっちを応援するとかいう話じゃないんで、あのそれを、 まずどういう状況なのかを確かめる、どっちを応援するかとも、そんなまあいいんですよ。それをしなきゃいけないのは簡単に誘導されてしまって、許せないとかって言ってるのね、それでも昔のアメリカで70年でない、アメリカ映画だって、そういうアクション映画だって、そんな悪い敵がいてやっつけろみたいな話もないですからね、その相手にみんな引っかかってるっていうのは、うーん、おじさんたち大丈夫なのかな。 まあでもね、あの僕ら、まあ、僕らはもう50、68歳ですから、五十代、五十代以下っていうのはテレビ見てないもほとんど、ほとんど日本人がテレビ見てないんで、で、テレビ見てる人たちがやっぱりね、そういうふうに誘導されたり、こう考える力がないから、すぐにこう言われたことをうまみにしちゃったりするんで、だからね、そ,その辺の世代がどん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 いなくなっていって、で僕、僕らの世代もどん,どんどんどん減ってって、した時に日本は良くなるのかもしれないのをテレビに誘導されないね。 うん、まあでも教育側の問題ですけれども、少なくともテレビ見ないでネットで調べていったら、それどれが正しいんだろうって考えますからね。テレビ見てる人たちでネットは嘘ばかりというから、嘘もあるけれども、あれだし、そもそもテレビが全部嘘っていうね。あの、天気予報と、ね、あの、野球、野球中継、スポーツ中継と結局ですね、えー、今日巨人が負けましてって,って、いや、勝ってるだろうって、そんな分かりやすい嘘つかないですからね。 うん、みたいなことでね、いや、大人ってバカだなぁと思いながら、馬、ま、鹿、あ、な大人の一人ですけれどもね、うん、ちょっと、えー、内田証言は、まあ、ウィキペディアでもいいですし、探してみてください。で、もう写真とか出てきます。で、それでみんな騙されて、戦争で賛同してしまったと。非常に似た構図だと思っています。